ディバリス・ストレンジ・ゴードンは、アメリカ合衆国フロリダ州オレンジ軍、ウィンダミア出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のミルウォーキー・ブルワーズ参加所属。愛称は、バリス・ストレンジ。旧名は、ディバリス・ゴードン。父は、フラッシュの愛称で知られた元メジャーリーガーのトム・ゴードン。弟は、ミネソタツインズ所属のニック・ゴードン。 1988年4月、両親が婚姻関係にない被着室子として生まれる。6歳の時に母親のデボナ・ストレンジが元交際相手に殺害され、その後は親権を獲得した父トムと父方の祖母によって育てられた。少年時代は野球はスピード感に欠けて退屈だと考え、周囲の友人と共にバスケットボールに熱中した。しかし、 高校に進学した頃には自分の小柄な体格では NBA を目指すのは難しいと考えるようになり2005年になって野球を始める本格的にプレーし始めたのは2006年だったがすぐに才能を発揮しバスケットボールをやめて野球一本で勝負することを決意する高校時代にはフィラデルフィアフィリーズに所属していた父の同僚ジミー・ロリンズに 球場で指導を受ける機会があり、すごい強権の持ち主だ。将来は、素晴らしい選手になるよと絶賛された。最終学年時の2007年には打率。373に加えて、チーム最多の10盗塁をマークして、等格を表す。卒業後は、NCWA2 部のサウスイースタン大学に進学。浅い野球経験を補う、抜群の身体能力で、 スカウトの注目を集める存在になった。2008年、セミノール短期大学を経て、MLB ドラフトで、ロサンゼルスドジャースから4巡目で指名され、6月9日に契約。同年は、ルーキーリーグで60試合に出場し、打率。331、18盗塁を記録。2009年は、A 級、グレートレイクスルーンズで、フルシーズンを過ごし、打率。 301、73盗塁の活躍で、ミッドウェストリーグの MVP に選出された。反面、守備では、華麗なプレーを好む、グラブのはめ方もいい加減と荒っぽさが目立ち、永久でコーチを務めていた、山下大輔が、腰を落として取ることも、足を使って送球することもできないと、解雇するほどのありさまであった。山下がコーチに在任していた2年間、創出練習では、 日本的な基礎に重点を置いた練習を課していたという。2010年は A 級を飛び級する形で A 級チャタヌーがルックアースでプレーし2年連続の50盗塁を記録。7月にはオールスターフューチャーズゲームの米国選抜にも選ばれシーズン終了後にはベースボールアメリカ市選定の有望株ランキングにおいて球団内で最高の評価を受けた。 2011年は、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスで開幕を迎え、6月6日に、ドジャースとメジャー契約を結んだ。同日のフィリーズ戦で、メジャーデビュー。3点ビハインドの9回表無視1塁の場面で、ダイソーとして出場し、得点を記録した。その後は、遊撃手として、先発起用されていたが、22試合で打率。243と結果を残せず、 7月4日にトリプル A 級アルバカーキへ降格。7月31日に再昇格したが、8月11日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月1日に復帰し、復帰後は遊撃手として先発起用され26試合に出場。9月だけで14度のマルチヒットや12投類を記録し、打率は、 372の大活躍を見せ、同月のルーキー・オブ・ザ・マンスに選出された。この年は56試合に出場し、打率304、11打点、24盗塁だった。2012年は開幕ロースター入りし、声優劇手として出場していたが、7月5日に右手親指の怪我で15日間の故障者リスト入りし、8月31日に60日間の 故障者リストへ移動。9月11日に復帰したが、主にダイソーとしての起用となった。この年は87試合に出場し、打率228、1本塁打、17打点、32盗塁だった。2013年3月26日に、トリプル A 級アルバカーキへ配属され、開幕を迎えた。開幕から遊撃手のポジションを奪っていた、ジャスティン・セラーズが、 打撃不振のため先発から外され、その後声優劇手を務めていたハンリー・ラミレスが5月4日に故障者リスト入りしたため代役として昇格。しかしゴードンも19試合で打率。175と結果を残せず、5月27日にトリプル A 級アルバカーキへ降格。8月5日に再昇格したが、ラミレスに声優劇手の座を奪われ。 たった6試合の出場のみに終わり、8月16日にトリプル A 級アルバカーキへ降格。登録枠が拡大された9月1日に再昇格した。この年は38試合の出場にとどまり、打率234、1本塁打、6打点、10盗塁だった。ドジャース時代、2014年9月19日2014年は、 前年生二塁手種だったマーク・エリスが移籍したために二塁手種にコンバートされた。前半戦では91試合に出場し、打率292日本塁が25打点43盗塁と活躍。オールスターゲームのファン投票では、ナショナルリーグの二塁手部門で、ジェイス・アトリーに次ぐ2位だったが、監督推薦で初選出された。この年は四十八試合に出場し、 二十八十九、二本塁打、三十四打点だった。十二本の三塁打は、リーグトップを記録。投塁は両リーグ最多の64個を記録し、最多投塁のタイトルを獲得した。2014年12月10日に、アンドリュー・ヒーニー、クリス・ハッチャー、エンリケ・ヘルナンデス、オースティン・バーンズとのトレードで、ダン・ヘーレン、ミゲル・ロハスと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。 マーリンズ時代、2015年6月18日2015年は、序盤から好調を維持し、オールスターのメンバーに選出されたが、試合には出場しなかった。後半戦でも調子を落とすことなく、最終的には145試合に出場し、打率333で、ナショナルリーグの首位打者を、58盗塁で、同リーグ盗塁王のタイトルを2年連続で、獲得した。 さらに205アンダもリーグトップだった。守備面ではリーグトップとなるザープラス6.3、デフプラス8.4、DRS プラス13を記録し、オフにゴールドグラブ賞とシルバースラッガー賞を発受賞した。2016年1月18日にマーリンズと総額5000万ドルの5年契約を結んだ。4月29日に禁止薬物であるマイン製の テストステロンとクロステボールに陽性反応を示したことが発覚し、80試合の出場停止処分を受けた。直後にゴードンは MLB 選手会を通じて、私は間違いを犯したし、その結果は受け入れる。禁止薬物に気をつけてきたことは、これまで20回以上のテストをパスしてきたことが証明している。チームメイトや球団、 ファンを失望させてしまったことが一番辛いと声明を出した。出場停止処分が明けて7月28日に復帰した。9月26日の試合では、ホセ・フェルナンデスの追悼セレモニーの後、初回の打席でフェルナンデスのヘルメットをかぶり右打席に入った。2球目から自分のヘルメット、左打席に戻り、3球目でシーズン1号となる先頭打者本塁打を放った。 ホームインする頃には目に大粒の涙を浮かべていた。その後の3打席でも連続でヒットを記録した。試合後のインタビューでこの日の活躍について、神様の存在は信じていないけど、あんなに遠くにボールを飛ばしたことはない。誰かが力を貸してくれたんだと思うと語った。この年は、シーズンの約半数にあたる79試合の出場で、打率。 268、1本塁打、14打点、リーグ8位となる30盗塁を記録した。守備面では、ザープラス1.9、デフプラス3.0、DRS プラス1を記録した。2017年はシーズンを通して、リードオフマンの地位を守り、158試合の出場で、打率308、2本塁打三33打点という成績だった。二年ぶりの打率。 300、200安打を達成し、60投類を記録。59投類を記録したビリー・ハミルトンをかわして2年ぶり3度目の投類王となった。投類に関しては8月終了時点で、ハミルトンに7つの差をつけられていたが、9月にハミルトンが故障により記録を伸ばすことがかなわない、間にも追い、シーズン161試合目に一気に2投類を決め、逆転しての受賞となった。 守備では共にリーグトップとなるザープラス7点を、デフプラス9.7を記録し、DRS ではプラス3を記録した。2017年12月7日に、ニック・ナイダーと、ロバート・ダガー、クリストファー・トーレストのトレードで、100万ドルの海外、選手契約カナワクと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。2018年は、ロビンソン・カノが、生に類種としてプレーしていたため、 開幕から中堅守にコンバートされたが、カノの出場停止と共に再び二塁手としてプレーした。7月3日のロサンゼルス・エンゼルス戦で3投を決め、通算300盗塁を達成した。141試合に出場し、最終成績は打率、268、4本塁打、36打点、30盗塁を記録した。守備面では二塁手として、ザーマイナス3.6。 デフマイナス2.4、DRS プラスマイナス0を記録し、中堅種では、ザーマイナス4.6、デフマイナス3.8、DRS マイナス8と守備面でも結果を残せなかった。2019年は、カノの遺跡に伴い、再びポジションを2塁手に戻した。5月20日のテキサスレンジャーズ戦での右手首の打撲傷で10日間の故障者リスト入り、 7月22日のテキサスレンジャーズ戦で左大体4頭筋を負傷し、再び故障者リスト入りした。117試合に出場し、打率275、3本塁打、34打点、22盗塁を記録した。守備面では、ザーマイナス0.9、デフプラス0.7、DRS マイナス8を記録した。2020年は、 全60試合中33試合に出場し、打率2 0三3打点、3盗塁、出塁率268を記録した。10月28日に球団が単年千4 0 0万ドルの延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2021年2月8日に新品キレッツとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することとなった。メジャー昇格した際は100万ドルの9、スプリングトレーニングでは2類や遊撃を守ったが、肖像類種のエウェニオスアレスの遊撃へのコンバートが決まり、3月26日に自由契約となった。その後、4月21日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。 マイナー374試合で166盗塁を記録した総力が最大の武器。体重150ポンドはメジャー最軽量の部類に入り、パワーには欠けるが、バットコントロールには定評があり、しばしば不安ピエールの遊撃手版とも評される。遊撃手としては広い守備範囲と強権を合わせ持つものの、まだ荒削りな部分が多く、マイナーでは 通算106失策を記録している。アバーブ500インクのような多くの事前団体に関わり、そこで、ミートグリーッツを主催、複数のチャリティーゲームに参加している。さらにゴードンは、家庭内虐待の結果として、親が亡くなった子供たちを助けるための事前団体、フラッシュ・オブ・ホープを設立。フロリダ地区検事事務所と協力して、1ヶ月に1人の子供をクラブハウス及び、 バッティング練習に招待している。2017年、ゴードンは、ドミニカ共和国で貧困を撲滅するための努力として、アスリーツブランドと、国際飢餓対策機構と仕事をした後、マーリンズのロベルト・クレメンテ小候補に選出された。2019年3月28日、シアトル・タイムズに、サンキュー、イチローの見出しで引退を表明した、イチロー選手への惜別の思いを綴った。 全面広告を掲載した。本名はデバリス・ストレンジ・ゴードン。ニックネームはライトニング・ヤバリス。ファーストネームに用いている。D はルーキーボール時代、パブリックアドレスアナウンサーがフルネームをひどくご発音した時に発した名前をそのまま使用している。ファミリーネームは長らく育て親のせい、ゴードンを使用していたが亡き母に敬意を表して、 2020年9月4日より複合性を用いることになった。2017年のプレイヤーズウィークエンドではバリス・ストレンジの名を使用した。ありがとうございます。